名鉄歴百獣軽系電気機関車。名鉄歴百獣軽系電気機関車。名鉄歴百獣型電気機関車は、1951年、昭和26年に導入された名古屋鉄道、名鉄の電気機関車である。歴百獣型は、東洋防石、現、東洋防が保有する私有機関車であるが、車席は名鉄にあったほか、実際の運用や、保守管理も名鉄によって行われた。 1968年、昭和43年に、東洋盆栽から、遠州鉄道へ譲渡され、同社の既存形式である ED21 型へ、編入された。さらに1975年、昭和50年には、福井鉄道へ再譲渡され、同じく既存形式のデキ1型へ編入された。以下、本校ではデキ110型として導入された、電気機関車について詳述する。 東洋宝石は、同社犬山工場からの製品輸送などを目的に、同工場と名鉄犬山線の傷用水液を結ぶ専用線を保有していたが、この専用線にて運用する電気機関車1両を東洋電気製造へ発注、1951年、昭和26年8月に出来1 1 0系1 1 1が、竣工した。 出来111は25トン級の突形車体を備える電気機関車であり、電装品の申請は東洋電気製造が、車体の申請は日本鉄道自動車工業、現東洋工機がそれぞれ担当した。全長 8390mm、全幅 2400mm の大枠状の中央部に運転室を、運転室前後に主要機器を収納した機械室、 ボンネットをそれぞれ配置した突形の全構成車体を備える。側面は大枠側部が露出し、機械室の枕木方向の幅は運転室に比して狭く、また運転室の側面には、側窓と乗務員扉を一箇所ずつ、前後つま面には横長形状の前面窓を2枚設置する。運転台は枕木方向に1セットのみ設置されている。 一方の機械室には制御装置、抵抗器など主回路装置が、他方の機械室には、電動空気圧縮機空気ダメなど空気、制動関連の装置がそれぞれ搭載され、抵抗器を収めた側の機械室前面には、放熱用の通風グリルが設けられている。全小灯は、前面窓状のつま面膜板部分中央に前後各一灯。後部標識灯は、機械室の前面下部に、 左右一頭ずつ、それぞれ設置する。この車体外観は、日本鉄道自動車工業が、太平洋戦争以前より製造し、私鉄各社へ納入した、突計車体の電気機関車各形式との共通点を有する。ただし、出来111は、日本鉄道自動車工業製の突計電気、機関車としては、後期の製品に相当するため、車体の組み立て工法が、 全溶接工法となるなど、戦前戦中に製造された初期の製品と比較すると、そう意見がありする。また、デキ111の主要寸法は、デキ111と同時期に、日本鉄道自動車工業が、遠州鉄道向けに申請した、同社 ED21 系、ED211、および、北九州市交通局向けに申請した101号電気機関車などと全く一致で、 その他、機械室前面及び運転室側面の切り出し文字盤による車番表記は、名鉄標準書体である、ボールドカラダのローマン書体としたが、運転室側面の車番表記下には出来111の所有者である、東洋宝石車紋が合わせて設置された。以下、特筆なき限り主要機器はいずれも、東洋電気製造製の製品である。制御装置は、 es-530b 電動カム軸式、関節自動制御機を採用、運転台に搭載された es-78、A 主管制御機の操作により速度制御を行う。主電動機は tdk-516、3E 直流直巻電動機を採用、1両あたり4機、全軸へ、歯車比4.6にて操作する。名鉄における、 t d k 5 1 6系主電動機は、戦前よりも700型、も七750型などにおいて、採用実績ある機種で、デキ111への搭載に際しては、端子電圧 750V 時の定格出力を 59.68kW、同定格回転数を 920rpm と、交渉した。台車は、日本鉄道自動車製の NT-25 番。 大枠式ウィングバネ台車を装着する。固定軸間距離は 1800mm、車輪径は 864mm である。この台車は、遠州鉄道 ED211 に装着された、台車と同一構造を採用するが、固定軸間距離など一部設計が異なる。制動装置は、ウェスティングハウスやブレーキ製の回 -13、同弁を用いた。 AMF 自動空気ブレーキを採用する。運転台に搭載された M-24C 制動弁は、付属する切り替えコックの操作により、自社にのみ作用する単弁相当と編成全体に作用する貫通制動弁相当に機能を切り替える機構を備える。その他、制御装置などの動作用低圧電源として、定格出力 1kW100V の 直流電動発電機を搭載するほか、空気制動装置の動作に用いる、圧作空気供給元として、DH-25 電動空気圧縮機を搭載する。連結機は、柴田式並み形自動連結機を採用、前後の端両部へ装着し、終電装置は、日本国有鉄道、国鉄正式機種の、戦時設計型両系パンタグラフ PS13 を、 乗務員室の屋根部へ一両あたり一機搭載する。導入後は、主に東洋宝石犬山工場より、名鉄犬山線経由で、国鉄線との貨物中継駅である新沼駅、国鉄沼駅に至る貨物列車建員運用に充当された。ただし、出来111は、東洋宝石関連の貨物列車に限定運用されていたのではなく、 河川電圧1500ボルト昇圧後の犬山地区の四川区などにおいても運用された。後年、犬山線を含む名鉄の各路線にて自動列車停止装置 M 式 ATS が導入された際、出来111は ATS の車上装置の整備対象より除外されて運用を離脱した。また、東洋宝石犬山工場が製品などの輸送を トラック便に切り替えたことにより、出来111は用途を失い、1968年、昭和43年5月2日付で名鉄を除籍され、東洋宝石へ返還された。遠州鉄道は、西ヶ崎駅構内における他社の入れ替え産業用車両として、開業当時に導入した木造電車も、配置経営にを充当していた。このの老朽化が進行したため、 同社の代替目的で1968年、昭和43年12月に、東洋盆石より出来111を譲り受け、同年12月16日に、名鉄三河線の刈谷駅から国鉄線経由で、遠州鉄道への受け渡しが行われた。遠州鉄道の保有路線である西鹿島線は、河川電圧 750V 使用であり、使用電圧が、 名鉄在籍当時の直流線5 0 0 v より半減することから導入時の整備に際しては電動発電機の改造など高圧対応を改めが施行された。その他、運転台側面の車紋が円周鉄道仕様に交換されたほか、車体の車番表記を名鉄在籍当時は111であったものを211と改めたが、この車紋プレートと車番の2の文字盤は いずれも、大体廃車となる、モハニより流用したものであった。211号機は、翌1969年、昭和44年1月よりモハニに,に代わって、運用を開始した。ただし、この時点では、管轄省庁の設計認可が降りていなかったことから、暫定的に無車席の移動機械扱いにて運用した。同年5月の設計認可と同時に正式に入籍し、 形式は、同社保有の電気機関車である ED21 型に編入され、記号番号は、既存車両の続番となる ED213 が付与された。この際、車体の車番表記も213と改められ、車番表記に用いる文字番は、他の ED21 型と同様に、ゴシック書体のものにすべて交換された。導入後はモハニと同様、主に、 西ヶ崎駅構内における貨車の入れ替え作業を中心に運用された。もっとも ED213 が導入された当時はすでに西、鹿島線における貨物輸送は縮小傾向にあり、既存の電気機関車各形式も余剰気味となっていたため運用機会は少なかった。その後 ED213 は1975年、 昭和50年3月に福井鉄道に対応され、同年8月に正式譲渡された。福井鉄道は、同社南越線の貨物列車牽引に本来旅客用、車両であった、もは1 1 0系1 1 1を、電気機関車代用として充当していたが、も11は111は1975年、昭和50年に事故によって大破し、廃車となった。このため、 福武線所属の電気機関車デキ1一1を、急遽南越線に転属させても、波111の代替とするとともに、デキ1の補充となる、福武線の貨物列車牽引に供する電気、機関車として、1975年、昭和50年3月25日付認可で、遠州鉄道より ED213 の対応を受けた。入線当初は、 車体側面に設置された車門を福井鉄道仕様に交換した程度で、記号番号も ED213 のまま運用された。同年8月6日付認可で、遠州鉄道より正式に譲渡され、同時に運転台の機器配置を従来の枕木方向に1セットのみ設置した、携帯から前後つま面に各1セット設置する携帯に改造した。記号番号は出来算と改められ、 基存形式である出来1型に編入された。福竹線の貨物輸送は1984年、昭和59年2月に廃止され、その後の出来3は、大型の排泄板、ラッセルヘッドを、車体前後に、通年装備し、陶器の除雪用車両として運用された。ただし、同用途には出来 10K11 が、主に充当されたことから、 予備機として位置づけられたデキ3の運用機会は極めて限定され、1990年代には事実上、旧車状態となった。その後、1998年、平成10年に、西武尾駅、現、北府駅に隣接する、車両工場の港内入れ会駅であったデキニ K2 が、主要機器の不調から運用を離脱したため、デキニに代わる港内入れ会駅として同年再整備が、 実施され、前後の大型排泄板と取り付けステーを撤去して運用に復帰した。歴3は2014年、平成26年3月31日現在も、車席を有し、主に工場構内の入れ替え機として運用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。